ジェームズ・アレクサンダー・ジェゴーは、オーストラリアとオーストリアとイングランドのサッカー選手。オーストラリア代表。ポジションは MF。ウィーン生まれで幼少期にメルボルンに移住した。2010年にメルボルン・ビクトリー FC の下部組織に加入、ユースリーグでの活躍が認められ、2011年3月21日に3年契約で、プロ契約を締結した。 同年11月12日の試合でトップチーム初出場。サポーターからはジミーの愛称をすぐにつけられる活躍を見せた。2012年2月10日に初めてスターティングメンバーに選抜され、3月16日のホーム最終節では初得点をミドルシュートから記録した。しかし翌シーズンはベンチが定位置となり、出場時間もわずか310分。 毎シーズンの半分以下となってしまった。2014年5月1日に契約満了につき、アデレードユナイテッド FC に移籍。第一節からフル出場し、前年王者相手に勝利をつかんだ。その後もホセップ・グンバー監督の下、攻撃的ミッドフィールダーとして、レギュラー起用され、同シーズンの A リーグ若手選手賞を受賞した。FFA カップ決勝でもフル出場し、 自身初のタイトル獲得となった。2016年1月27日に SK、シュトルムグラーツに移籍、移籍金は明らかになっていない。2018年5月9日には、オーストリアカップのタイトルを獲得した。同月25日、シュトルムグラーツとの契約更新を拒否し、FK アウストリアウィーンに移籍。二千二十年八月十六日に、アリス・テッシャロニキに移籍。 代表は一貫して、オーストラリア代表を選択。2011年3月7日、ロンドンオリンピックアジア予選に臨む U-23 代表に選出された。2016から17シーズンに、シュトルムグラーツで、守備的ミッドフィールダーとして、レギュラーを取ると、2016年10月に2018、FIFA ワールドカップアジア3次予選のサウジアラビア代表。 日本代表戦に臨むメンバーとして、アンジェ・ポステコグルー監督に選出された。その後も、フィファ・コンフェデレーションズカップ2017の際にも、メンバーに選出された。しかし、ポステコグルー体制では、出場機会がなく、代表初出場は、グラハム・アーノルド監督が率いた2018年11月20日の、レバノン代表との親善試合となった。 この試合で彼は74分にムスタファーミニに代わって投入され、試合は3から0の勝利に終わった。弟の力自行もサッカー選手。ありがとうございます。